ティモシー、ティム・ジョン・バーナーズリーは、イギリスの計算機科学者。ロバート・カイリューと共にワールドワイドウェブを考案し、ハイパーテキストシステムを実装、開発した人物である。また URL、HTTP、HTML の最初の設計は彼によるものである。メリット勲章、大英帝国勲章、FRS、フレング、フラッサを保持する。出生地はロンドン。 黎明期の電子計算機の一つである、マンチェスター・マーク・アイの開発チームに参加していた、数学者夫妻コンウェイ・バーナーズリーとメアリー・リー・ウッズの元に生まれる。1973年に、ロンドンのエマニュエル校を卒業後、オックスフォード大学ザ・クイーンズ・カレッジに進学し、物理学を専攻。在学時には自身最初のコンピュータを判断後テと TTL ーと、 M6800 プロセッサー、中古のテレビ受像機を使って組み立てたこともあり、大学のコンピュータで友人とハッキングをして、使用禁止にされたりもしたという。1976年に卒業後、A プレス製電信電話会社に2年間勤務、分散トランザクションシステムやメッセージ転送、バーコード技術などを担当した。百七十八年に A、DG ナッシュ社に転職し、 インテリジェントプリンタ用のソフトウェアやマルチタスク OS などを開発した。バーナーズリーがセルンで使用したネクストキューブ、初のウェブサーバーとなった。その後、会社を辞めて個人でコンサルタントを営み、1980年6月にスイスジュネーブの欧州原子核研究機構にソフトウェア技術のコンサルタントとして6ヶ月間在籍した。バーナーズリーは 数千人に上る研究者や参加者に効率よく情報を行き渡らせるためのシステム開発を命じられるが、折しも、バーナーズリーは個人的開発作業の一環としてランダムに他の文書と連結できる仕組みを持ったインクワイヤーを開発していた。公表こそされなかったものの、WWW の概念の基礎となるものであった。1981年からの4年間は、 英イメージコンピュータシステムズ社の技術デザインの責任者を務めた後、1984年にセルンへ復帰すると科学データ閲覧のための分散リアルタイムシステムに関する業績でフェローシップを贈呈される。1989年3月後に WWW へ発展することになる。 セルン内の情報にアクセスするためのグローバルハイパーテキストプロジェクトの提案を公式に行う。上司マイク・センドールや同僚ロバート・カイリューの支援も受け、1990年11月にはより具体化した提案書ワールドアイドウェブプロポーザルフォ 4A ハイパーテキストプロジェクトを提出。同年12月にネクストステップ上で世界初のウェブサーバーである HTPD t と 世界初のウェブブラウザ HTML エディタである、ワールドワイドウェブを構築する。そして1989年12月10日、世界最初のウェブサイト h t t p i n f o セ e ンドット c h スラッシュ,ッシュ <CH> を公開する。1991年8月6日には、ワールドワイドウェブプロジェクトに関する簡単な要約を、オルト・ハイパーテキストニュースグループに投稿。 セルンは1993年4月30日、WWW を誰に対しても無償で開放することを発表した。1994年、マサチューセッツ工科大学に着任した直後、ワールドワイドウェブコンソーシアムを設立。WWW の使用や指針、標準技術を策定、開発することで、WWW の可能性を 最大限に導くことを目的としている。1999年、MIT コンピュータ科学研究所内のサンコム、創業社会会長に就任。2004年12月には、サウスアンプトン大学電子コンピュータ科学部の学部長、兼教授に就任し、次世代のウェブ技術として、セマンティックウェブ技術の標準化を進めている。2009年、ワールドワイドウェブファンデーションを設立した。 ティムバーナーズリー、ありがとうございます。